もう自発的に反応始まって、一応透明かな、ほぼ透明、まい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 、よし、NO の機体の補修の実験をやります。材料、加熱器具、試験管、それから誘導管と、こっちは機体補修用の試験管です。水がもう溜まってるよね。でメスシリンダーに希少酸4モールから5モール濃度ぐらいね。それから銅板と pH 検視ね、あと酸素ポンプか。はい、それじゃあ希少酸を試験管に、はい、全部入れちゃっていいです。だーっとね、銅板を先に入れるだね。銅板を先に入れて、でもすぐに反応しないよね。希少酸で温度が高くないからすぐに反応しない。じゃあアダプターセットしてください。はい、じゃあきちっとね、はい、大丈夫ですね。と誘導管の先をビーカーの底に入れておくだけです。最初空気が出てくるのでそれを逃がしちゃうと、逃しちゃうということですね。まだ入れないということですよね。はい、じゃあ加熱開始ということで、加熱すればすぐにね反応して、希少酸の場合は一酸化窒素が優先的に発生します。だけど最初この試験管にもともと空気中の酸素が入ってるから、ここで一酸化窒素はすぐに二酸化窒素になっちゃうね、あの褐色の気体になっちゃうね。なので一回空気を抜くために誘導管をこちらの補修用の試験管から外しているという、そういう意味です。発生してきた NO2 も一回ここで水に溶けちゃうんだけど、ちょっとでも残ってると色がついちゃったりするので紛らわしいので一回ここを空気を抜いてからにします。もう反応が始まって、そうだね、2回の同様の色見るね。そうね、この酸素と反応して少しね、勢いよく、そろそろ火消しちゃっていいかな、うん、まあ暴走することはないと思うんだけどもね、あの硝酸の量と銅板がね過剰じゃなければそんなに恐れることはないんですけど、もう自発的に反応始まって、うん、結構多分熱くなってると思うんだけど、さあちょっと熱いかもしれない ね、はい、結構勢いよく出始めたよね。すごい、どうしよう、そろそろ取ってみる。一酸化窒素を補修開始です。色はどう、一応透明かな、ほぼ透明、うん、ね、これが一酸化窒素です、ね、また反応は自発的に進んでますね。まだいけそうだね。環境を十分にしてあるので、ね、二酸化窒素はあの有毒ガスなので環境を十分に確保、しておく必要があります。はい、どんどんこんな感じですね、うん、ほぼいい、もうほぼパンパンでね、もういい、そのままボコボコやっちゃうのでね、あとは pH 検視でね、こう溶けた時にここ硝酸ができるので酸性になるんじゃないかっていうことなんですよ、ね、逆流しちゃいそう、逆流しちゃいそう、逆流ないか、こっち発生してるから逆流ないね、すごいパンパンに入った。ちょっとあのピンセットであのその酸性度ちょっと見てもらっていい、 pH 検視で、ちょびっとでいいですか、うん、ちょこっと先端をちょっとつけて見せてくれる、はい、ちょっとちょん、あ、真っ赤、お、何色、石化脂、夕張メロンみたいな、あ、そうだ、夕張メロン色ですね。酸性で、ね、酸性 の、 あの水溶液が酸性になっているということだからね、まあ、おそらくは硝酸ということだね、うん、はい、じゃあこれでもう、それで
安全策のためにアダプターを外して、はい、キャップですね。外して全体をこっちに寄せて、まだ反応するけどね、ちょっとこっちの処理は後でします。こっちちょっと見えないところに寄せて、はい、じゃあ一応これで一酸化炭素の補償はできるんですけど、よく高校科学でね、この後のちょっとしたパフォーマンスなんだけど、この NO に酸素を注入するとこれが反応してね、赤褐色になって水が逆流していくっていうパフォーマンスをやることがあります。じゃあそれついでやってみましょう。優しくぶっ込んで、はい、うん、そう、あと ねちょっとボンベをここら辺に見せてくれる、うん、でね、ほんのちょっとずつシュッシュッシュッって感じでやってくれる？いっぺんにガーッといっちゃうの。さっきやって分かったよね。ボコボコっていっちゃうんで、うん、ちょっとやってくれ。はい。そうそうそう。あ、見える見える。ちょっとほら。結構勢いいいでしょ？すごい。グッて。グッて。はい、どうぞ。少しずつ優しく優しく入んないかな。ちょっとボコボコボコって入んない？そうそうそう。うまい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 。よし。おー。白衣白衣白衣。白の、あ、見える見える見える、あ、すごいすごい、一気に濃くなって、来た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 、あ、すごい濃い、来た来た、で、じゃあ止めて、はい、すると、下から水が上がってきてない？上がってきて、あ、すごい、どんどん上がってきてますね。もう酸素はいらない。下から上がってきてない？あ、すごいすごいすごい、どんどん上がってる。もっと溶けられない、揺らしてみるか、試験管を。ダメかな、ダメかな、ヒューッと上に上がるかなと思ったんだけどな。あ、でもどんどん上がってます、うん、溶けてって、あ、すごい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 、溶けやすい気体ってことだね。そうだね、NO は溶けやすい気体ってことね。その誘導管抜いてみようか。はい、あとこの白衣をバックに上がってくるのが見えればいいんだけど、どうだろう、限界かな。そんなことはないよね、これ、まあ、全部吸収されるはずだからね。なんか色はどんどん薄くなっていってる、うん、色が停滞してる感じしますね、うん、上がってないよ、でもさっきから上がってない、上がってないです、ね、じゃあこれがしとこうか。